またとんでもないホラーゲームが出ました。こちらのゲームはピエンとかね、西ノン会議とかを作ってらっしゃる作者さんのゲームなので、まあホラーゲームだけども、まあとんでもないバカゲーというパターンですね。押し色というゲームでございます。一時話題になったんだけど、サイリウムを使って、お化けを除霊していくっていうね、もうね、今説明しててもよくわからないというかね、どう説明したらいいかわかんないゲームですね。こちらのゲームね、数日後に出るんだけど、クラウドファンディングをすると、数日前にねプレイできるというか、実況しても OK みたいなことがあったので、ちょっと支援させていただきました。やっていきましょう。ストーリーモード、まあ難易度があるんだな今回、ピエンとかと違って。まあノーマルでいきましょうか。これは押し色、サイリウムを振りながら戦うってどういう状況なんだろう。俺にこの主人公に推しがいるってことなのかな。めっちゃ広いな。今んところはもう移動しかできないですね。なんだこれ、マンションかなんかの屋上なのかな。あ、千葉レジェンドアリーナ、埼玉スーパーアリーナみたいな場所が。そうか、サイリウムを持って今から振りに行くわけか。どういう場所なの。千葉レジェンドアリーナの曰くについては、君も耳にしたことがある。誰誰お前誰。建設工事中に身元不明の人物が大量に掘り出された。ここがレジェンドアリーナの場所なんだ。当時の我々は現場へ機動士を派遣し実地調査を行った。あ、でも実際そういうのあるだろうね。結果、お清めみたいな。複数の起爆例を確認こそしたが、はい、その無害性からこれ以上介入の必要はなし。特に害はなかったと。その例、実際竣工から二十数年もの間、人に害をなす類の怪異は確認されなかった。20年経ったわけだ。てか誰あなた。そのはずだったが、状況が急変した。最近何か起こったのか。だ誰なんだよ。え、主人公なんなん。なんか軍隊的な、なんか霊媒師なんだろう、派遣会社かなんかのすごい強者か何かなのかな。あー、なるほど。あ、じゃあこの今からアリーナに行くのか。でもうとんでもないことが起きて、ここが使えなくなったと。そして伝説の祈祷師である俺が派遣されたっていう展開なのかな。おもろいなぁ。いやぁ、だってこう埼玉スーパーアリーナが使えなくなったみたいなことなんでしょ。これは良くないですね。私も埼玉スーパーアリーナでイベントやったことありますから、この千葉レジェンドアリーナでね、次のイベントをやる日も近いかもしれません。なんだこれ。やっと会えたね、ファーストライブイン千葉。え、この3人組がイベントをやっているってこと。リジェネビーツっていうこの3人組なのかな。やっと会えたねってか知らんけど、え、この3人組がイベントやろうと思ったらとんでもないことが起こっちゃったってことかな。開いてないですけど。開いてないっすね。ここから入る、あ、こっちが開いてる。こっから入るってことかな。いや怖いな、こういうの読めんのかな。読めない。退院遅くて、あー、今のご時世はこういうのもありますよね。なんかグッズ販売とかいろいろしてたのかな。あ、こいつらがイベントやろうとしたらなんか怒ったってことだ。すげえちゃんとしてるっていうか、めっちゃ可愛いキャラクターだけど。リジェネビーツの金髪の子かな。俺の推しは誰かな。3人いますからね。金髪、おい、何なんだなんだなんだ。こういう時は出口を確保しなければな。うん、出口なくなったな。積んだなこれ。ちょっと待って、千葉レジェンドアリーナへようこそ。はいはいはい。あー、ちゃんとね、いろんな外国語で書いてあるけど、この子、あー、金髪の子、この子、なんかあれですね、ちょっと今話題の VTuber 感もありますけど、多分こんな子はいないんじゃないかな。どうだろうね。てか1万人ぐらい VTuber いるらしいから、何一つ把握できてないけど。なんかピアノ弾いてんな、緑の子。青の子見えない。あ、なんかサイリウムみたいなの落ちてない？ちょっと、え、暗い。さっきの青の子をもうちょっとしっかり見たかったけど。この光に向かって歩いていけば、おー、この子たちのやっぱライブなんだね。え、すごいいいじゃん。なんか、いや、えらい押されてんな。これピエンと同じだったら後ろ振り向くと何かいるぞ、絶対。ほらー、うわ、なんかピエンとかじゃない。巨
人の行進が行われる。エレンが何かしようとしてる。え、閉じ込められたの？おい！開ける。え？頭にサイリウムつけてるけど、こいつらはどういう存在なんだろう。やっぱりあれなのかな、この人骨というか、人骨たち、まあ、死んだ人たちがこの女の子たちのさ、ライブを見てなんかうおーって蘇っちゃったみたいな、そういう感じなんですかね。まあダメだと思うけど、ちょっと触れてみようか。うわー、思ってるより顔怖いな。人骨っていうか、もう人体模型みたいな感じだな。多分サイリウムを手に入れるまではきっとなんかこうメタルギア的なね、ステルスミッションみたいな感じなんですかね。こいつら警備体制がザルだな。全然こいつらキョロキョロしてる割には物音とか一切聞こえてないんだな。はいはいはい、ああ急いで急いで急いで、逃げて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 、ああそこ逃げりゃいいんだな。遅いなあいつ。俺も遅いけどこいつも遅いな。はい、ここに行くと、おとなしい芝生霊だったはずのやつらが突如目覚めた。ライブで、あの子らのライブで、セリフを求め人を喰らう厄介としてな。厄介、こんなケースは聞いたことがない。文字通り厄介ですね。ことが起こる直前に開催されたライブイベントが、あーやっぱそうだ、行動に関係があると俺は思う。なんて言ったか、あれだ、バーチャルアイドルとかいうやつ。やっぱもう V 的な人なんだな。うん、グループの名前は確かリジェネビーツ。リジェネビーツね。リジェネビーツの3人のうちに俺も誰か押すことになるかもしれんな。どの子が好きか選ばなきゃな。リジェネビーツ。さあ、そして、あー、サイリム来たー。サイリムが1個落ちてる。スペースで出すと、あ、すげー。ほい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 、こうやっておたげして払うってことかな。はい、あ、色変わる。緑、青、赤、あー、で、それぞれ好きなやつをこうやって駆除するみたいなことかな。はい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 、任しとけって。え、あ、で、しまうこともできる。これを光で払え。はい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 、いいね、光で払え。あ、他にも、あ、緑もいた。これやらないと進めないんだな。はいはいはい、いいね。で、進めるようになるみたいなことだ。3分の0。あー、さっきの3つ探せみたいなことかな。この感じだと敵も来るだろうけど、この3分の0だから壁のやつを見つけろってこと。いるね、これ。はい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 、歌流れてるけど。はい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 、次は何色だ。緑ね。はい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 、飛んでった。同担拒否同士の対決みたいなことなのかな。この子かわいいね。俺この子がなんか一番好きかもしれん、この金髪の子。はい、なんか楽しそうでいいですね。なんかね、元気そうでよろしい。はい、オッケー。で、あ、いた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 。あ、やばいやばいやばい、危ない危ない。触れたら一発かな。はい、オッケー。連打でいいんだな。ただカーソルをちゃんと合わせなきゃダメだな。目標が見つからないときはペンライトをしまってみましょう。そうすると、あ、あそこに行けみたいなのがわかんのね。あ、優しいね。で、あと1個あるよな。あれ、いい、あ、まだこの先があるのか。で、この青の子行くと右上が3分の3で、次に進めるわけだ。今若い子の中で流行ってるんだろ。流行ってんの、聞いたことないですけど。あ、それぞれの場所って感じだ。はい、まあよく知らんが、そのリジェなんとかっていう連中が出した何かが引き金になった、うん、その大量の厄介たちがハマっちゃったんだろうな。うん、君は内部を探り、はい、異常事態の原因を止めてくれ。任してください。どういった存在なのか俺分からんけど、払ってきてくれ。もちろん追加報酬の用意もあるからな。期待しているよ。
これあれですね、クラウドファンディング、一番初めに話したクラウドファンディングで、なんか高いコースをした人がなんかもらえる、飾ってもらえるみたいなやつだな。俺も飾ってもらおうとしたんだけど、終わってたんだよね、その高いやつ系のやつはさ。はい、青色。ビトルリネちゃんなのか。はいはいはい、ビトルリネちゃん。青色ですね。はい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 。ビトルリネちゃんもまあ可愛いね。まあでも俺はやっぱ赤の子推しかな。で、この緑の子は、ゴウモリミツナちゃん。強そう。でもこの子がセンターってことなのかな。はい、ゴウモリミツナちゃん。そして、これが、レンジョーユノカちゃん。レンジョーユノカちゃん。名前忘れそうだな。じゃあユノカちゃんで行きましょう。俺の推しだからね。ユノカちゃん。これってことは、ここから入ったってことは、ユノカって書いてあるよね。赤色のやつが多いのかな？あ、赤のやつを。このユノカちゃんのやつをやるってだけで。まあ、赤で振っていくっていうパターンなんじゃないの？ここに来たってことは、ユノカ推しの人たちがいっぱいいるわけでしょ。おいおい、やっぱそうだ。おい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 、えい、オッケー。あ、でもそういうわけじゃないな。ユノカの部屋ってだけで、別に他のやつも出てきそうだな。じゃあ、まんべんなく出てくんのかな？いるね。赤。おい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 。あ、色変わんの？難しいぞこれ。途中で推しの色を変え上がるな、あいつ。あいつ推し変えんじゃねえよ。サイリウムの色が変わった。え、こいつらも変わんのか？なんかね、ミスったら下のハートのゲージが下がってた気がする、さっき。だから連打しまくってて、その変わっちゃったらさ、あ、変わんなかった。やっぱ連打のスピード大事だな。でも連打をしすぎると、その変わった時にまだ連打してて自分にダメージいっちゃうんだよな。で、ちゃんと当てることができたら、ちょっとこう、あ、ノックバックするんだけど、ダメだったら進んでいくみたいなことだ。あー、声聞こえんな。はい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 。こっち行けないのが。じゃあここの下だな。いるよね、声的に。あー、ほらほらほら、色変わった。よし、オッケーオッケー。結構むずいかも、これ。普通にむずい。ピエンってね、死に用とかほぼなかったんだけど、これむずいかもしれんな。やっぱ赤色だね。うわっ、緑、赤、赤、緑。あー、ダメだ。ちょっとゆっくりしすぎたか。なんかハートのゲージがさ、あと1回ミスったら終わるからゆっくりにしたんだけど、追いかけてくるやつはもう早くやるしかなかったりするけど、あいつは連打しすぎてと。なやっぱ変わるね。ランダムか、変わるか変わらないかは。いやー、これ結構むずいわ。これは難しい。ちょっとランダム性あんのも困る。あー、ノックバック一回する感じか。いやー、連打大事だろうな。あー、変わんなかったらラッキーだけど、ちょっとランダム性があるね、かなり。で、ここ出てくるぞ。何色だ？あれ、美味しそうなんだけど、青ね。変わった。あ、青。あ、赤。緑。おい、一発で変える。結構変わるし、ハートも下がるしで。これ結構難しい。しかも一発ミスったら終わっちゃうから。青。オッケーオッケー。ここ消したら、次の場所がこう、わかるって言ってたけど。あー、あの色か。なるほどね。はいはい、よし、オッケー。ノックバックをうまく利用しながらだな。あ、こっちにもある。あと2つ、1個2個。うーん、奥にあるかな。一番初めに何色か分かんない状態で走ってこられると結構きついかもしれんな。あ、いた。これちゃんとサイリウム消すの意外と大事かもしれん。もうそろそろ来るな。上パターンのやつが来る、来そう。
まだ届かないな。まだ無理か。声聞こえるね。左からで再流。レナレナレナ。よしオッケー。あ、緑に変わってた。あぶねえ。でもう一個どこだっけ。あそこだ。赤。これ何ですか。ええ、ああクリアしたってこと。ああびっくりした。何あいつ。なんかよくわかんえ。何あいつ。なんで宙浮いてんのあれ。どういうこと。あそこ終わったよみたいなこと。え、登れないな。こっちは登れる。登れないな。え、何あいつ。あ、いえいえ、意外といる。なんかいっぱいいる。何、シンプルな変態だけど霊とかじゃなくシンプルな変態。あ、ここ終わったってことかな。じゃあ次行っていいってことなのかな。今クリアしたのか、ちょっと疑惑の判定みたいなとこあったけどね。じゃ次はこの青色のこのとこに入るってことかな。順番が実はちゃんとあんのかな。さあまた8分の0か。ルリネちゃんね、はいはいはい、俺の推しではないですけど、あなたを解放しましょう。あなたたちの歌が良すぎてこうなってるんですからね。わっ、ちょっと難しそうだぞ、ここ。うわー、ちょっとここ引っかかってあんまノックバックしなかったな、今。いた。え、うろついてる？なんか今赤色のが動いたな。あそこにある。うわー。結構むずいかもしれない。左からで再流入。あーいや、きついわこれ、きつい。ちょっとこっちから行こう。なんか変な角度で来ると変な引っかかりするんだよな。ほらこいつなんかちょっとこうさ、ノックバックが違う。あー消えた。いやこれやばいぞこれ。ただ同じ敵は何回も来ないよね、さすがに。やり直しだからな。いる。うん、こっちわかんない。場所、光の場所がわかんない。あそこにいるな、青色のやつ。ララララララ。よし、オッケー、ラッキー。あんま変わんなかった。で、緑ね。角度によってはこれ見えないな。あとどこにいるかな。ここ開くのか、開くのか。まだ、ちょっとまあ開けといてもいいけど、まだちょっとこっちにあるから。これで終わりかな、ここの立体駐車場は。決して場所が教えてくれるらしいけど、教えてくれないね。おー、結構あれだな、クラウドファンディングした人多いんだな。終わってたんじゃなくて、もしかしてなんかプチクラウドファンディングみたいなあったのかな。あ、もう来てる。走り回ってる。できるだけ会いたくないんだけど、突然出てくるからな。見つかったら追いかけてくるんだな。まあでも逆に言えば、もう見つかっといた方がいいみたいなとこもあるかもしれん。これ何、これ、セーブ。え、何何これ、逃げれんのかな。あと一個、あそこだ。違う、危ない危ない。これ何だろうな。いや、来る、普通に追いかけてくるじゃん。あそこにあった。この黄色いやつ守りだと思ってんだけど、そういうわけじゃないのかな。いや、怖い。来ないで。どっか行け。おお。あ？ルリネ、あ！怖っ。これなんか一番初めかな、ルリネって書いてあるから。
ょっとよくわかんないな。よし、オッケー。戦わずしていきましたけど、おー、あ、赤色のやつと青色のやつが踊ってますね。はいはいはい。で、次緑色って、どういうクリアみたいな感じになってんの。どういうクリアのマークなんだろう、これ。で、次は、ゴーモリ、ミツナちゃんですね。なんか強そう。いやー、こっちの方が難しかったなぁ。これで。よし、オッケー、いけるね。この3人クリアしたら、もう聞こえるじゃん。ミツナ。なんつってんだろうな。ミツナ、結婚してくれ。こっち。うわー、キッズ危ねー。引っかかってあんまノックバックしてくれねえんだもん。あー、こっち、ここぐるぐる回ってたのかな。よし、オッケー。死んでくれ。本当に本当に成仏してくれ。やり直しはきっついんだよ。見えない。ユノカ、ユノカっつってるわ。あそこにいるな。よし、オッケー。あんま変わらないと嬉しいね。え、広くない？どこに行けばいいかわかんねえぞ、これ。迷ってるうちに敵とめっちゃ入っちゃいそうだな。あー、このパターンのやつね。このパターンのやつはでも色変わらないんだな、この感じだと。だとするとちょっと助かるけど、そういう感じだ。色変わらないんだったら、うん、色変わんないんだったらそんな難しくないね。あそこにあった。よし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 、オッケー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 。よし、一発でいきたいな。すげえ、埼玉スーパーアリーナの裏側みたいな感じなのかな。あんまりね。はい。色変えるのはお前安息だろ、お前。ちゃ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 じゃないんだよ。キュ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 じゃないのよ、お前。それは反則だろ、お前。それはやらないって俺とね、約束し合っただろ、お前。あ、これなんかセーブ的なことなのかな。走ってきてんな。いや、怖い怖い怖い。なんか走り方も突然出てきそうで怖いのよな。え、来てるわけじゃないの。え、ここの何がどうなってんの、ここ。え、どうなってんの、暗くて見えねえ。どっちから来るかもわかんねえし。でもなんかうまくいったかも。はい、オッケー。ここはとりあえずうまくいったってことだ。走ってる？赤色だ。え？何それ。ただあそこだ、あそこに逃げよう、あそこに。オレンジが無敵。え、何がオレンジかよくわからんけど、あいつオレンジ色ってこと？うわあ、怖い怖い。ここの面なんか圧倒的にむずいじゃん。あいつ追いかける形が一番いいかな。いや、見つかってる見つかってる。ああ、オレンジは無敵らしいですよ。いやいやいや、怖い。このゲームこういう思いでやってないのよ、俺。そういうテンションがね、まだやってないのよ。
あー、じゃあ一個逃してんな。なんかなんかアリーナ会場みたいなところでさ、ちょっとなんか先に行っちゃったじゃん。戻ってきたんだけど、こっから上に向いているってこと？あ、あ、あった！うわー、一番初めの入り口の上にあった。危ねえ。これはさっきのないと地獄だった。あ、はいはい、頑張りました。君のおかげで厄介がこの地に縛られる理由が分かってきた。俺のカメラに見てんのかこいつ。応援したいだけなのかもしれない。いや、俺襲いかかられ、俺襲いかかってきてたぞ。応援したいだけかもしれないなって。いや、俺を殺そうとしてたよ。その時点でやべる。はいや、はいや、めちゃくちゃ怖いわ。ねえ、なんかこのデパートとか行ってエスカレーターがこの状態になってたらめっちゃテンション上がるけど、めちゃくちゃ怖いと思うわ。ふう、思ってるより早くね。こっからか。うわあ、いえ。こちらはようやく手配を終えた。ボス戦？あとはみんなもう少し時間を稼いでくれればいい。何を手配したの？あ、あの女の子たちを手配してくれたのかな。え、時間を稼げって言われても。いい、二人来てる。あぶねえ。また下にある？どこ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 。うわ、いや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 、それはきつい、それはきついな。え、これマジでむずげ。イージーにすれよかった、イージーでよかったよこれ。同時に来てるし。よし、オッケー、イージーでよかったよなこれ。緑の子が同時に来んだよな。いや、緑じゃねえ。うーわ、色変わんのかよお前。おら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 、3体同時はきついな。はい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 、オッケーオッケーオッケー。なんか単純に下がりながら戦えばいいってことをなぜか失念していったな俺。赤ね。後ろにないよな。はい、オッケー。で、この第3波ですよね。青色な。消えるパターン。体力多いね、体力多い。あー、危ねー、色変わらなかった。こいつちょっとボス的な感じだったな。走れないからね。これ何なのこの踊ってたやつか上で。さあ次は何色だ。まだ3つだもんね。まだまだある。今これ埼玉じゃない、この千葉アリーナの。嘘だろ嘘だろ嘘だろ。いや、嘘嘘嘘。あぶねえ、怖ー。え、あいつオレンジか。え、オレンジ。え、どこに行けって出る？どこ行けって出ないな。オレンジじゃないのか。おぶね。はい。4人目。怖っ、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 怖い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 、これめっちゃ怖い。なんだこれ。うわー、やっちまった。くっそーくっそー、途中まで何色かよくわからんかった。うるせえ、青。怖い、気持ち悪いドラえもんみたいなやつ。いやー、いろんなパターン見せてくれるな。
作るのうまいな、ゲーム作り。ゲーム作り果てしなくうまいな、このタクタさん。え、オレンジ、え、オレンジじゃねこいつ。逃げながらあれを除霊するってことかな。やったー、これもう会場に繋がってるのかな。ああ、あ、見てる。こんばんは、聞こえてますか。ああ、お化けの皆さん、皆さん、私たちの歌が聞きたかったんだね。リジェネベーツの皆さん、早く行ってよ。大方事情は、みんないる。しました。よく事情把握できたな、こいつら。すごい臨機応変だね、君ら。君ら売れると思うわ。どんなに離れてても、ああ、よかったね。って信じてるよ。だからみんな全力で応援してよね。霊界とここの離れてはいるけど、行きますよ。お願いします。ああ、ようやく聞ける。呆然、棒立ち、感動して棒立ち。わあ、すげえ。わあ、すっげえ踊って、すっげえ踊ってる。あー、押し色、あー、クリアしたー。押し色サイリウムって曲なんだ。あー、すごいすごい。この子ら全然踊らないのに、こいつらめっちゃ踊ってんな。あー、素晴らしい。いい歌。この作者さんの歌、めっちゃいい歌多いんだよな。こっち見よ。よかったな。画面揺らしたら酔うわ。はい、うん、あー、俺いる。俺いた、俺いた。はい、皆さん、はい、照明ね、ここ右で撮るとね、証明しましたよ。私ちゃんとやってましたから。はいはいはい、ふぅじゃん、ふぅ、あ、オレンジのやつも踊ってる。オレンジのやつもいる。ふぅ、いい歌だな。サイリウム、サイリウム、サイリウム、サイリウム。いいな。歌聞きましょう。ガッチマン。ガッチマンいた。皆さんいましたよ。皆さんいましたよ。俺が、俺が入れると絶対あの人もいる。あ、そらしなきゃね。もちろんやるんだったらそらしなきゃ。はい、めちゃくちゃでかいな。めちゃくちゃでかい、この文字。これあれなのかな、あのすっごい支援した人は超でかいのかな。すっごい宣伝されてる、俺の動画ですっごい宣伝してるね。誰かわからないけどすごい宣伝されている。あれなのかな、ゲーム実況者の方だったりするのかな。それともあれかな、あの V のこの声の人かな。あ、ありがとうございました。こういいゲーム作るな、本当に。他と一切かぶってないね、いいゲーム作りますね。あ、あー、名前覚えてない。もうでも推しの子、俺の赤の推しの子。あー、いいね、この子も可愛いね。この緑の差し色みたいな髪の毛に入っててね。あー、君たちのおかげでこいつら成仏してくれたよ。サイリウム、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 サイリウム。いい歌だな、曲作んのうまいんだよな。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。星ついたな。アナザーモードはあれか、チャレンジモードってことだな。お、お、すげえ、歌ってるのが違う。
これはあれか、ゆのかちゃんが歌ってるって感じだ。すげえ。これがさっき3人バージョンだったんだね。でそれぞれソロバージョンもあって後々ミックスしてんだ。うわいいじゃん。え、初めてあれですね、今まで一切 V とか知らなかったけど、ゆのかちゃん押そうかな俺。初めての推しですね、みつなちゃん、ルリネちゃん。あ、ボーイッシュな感じだ。超いい皆さん超いいね、めちゃくちゃいいね。いやこのサセさんの曲いいよな。あれですね、体育館にマッチョが挟まったゲームでも思いましたけど、いいゲームですね。いやーちょっとねこれは、クラウドファンディング応募して、とても良かったと思います。あ、これは応募した回がとてもあったと思います。ご視聴ありがとうございました。推し色でございました。あ、赤緑青、俺は赤を今回はね押させていただきたいと思います。いやー幽霊たちもね、普通にここ立てる時にもめっちゃ骨見つかったけど、その後悪さをする気は一切なかったわけじゃないですか。10年ぐらいね何も起きなかった。ただただここで自分たちの推しがね、なんでここいつら死んだのか一切知らないけど、骨が埋まってたか知らないけど、自分たちの推しがねここでライブするって、あっちゃそりゃね眠ってられないよね、おとなしく。そういう悲しい物語もあったってことなんですかね。はい、このサクセさんのね新しいゲーム出たら、ぜひチェックしてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。推し色でした。赤の子が一番好きだな。